鹿児島ユナイテッド FC 応援コーナーオーレユナイテッドです。赤塚さん、はい、先ほどオープニングでもお伝えした通り、今日のオーレユナイテッドは年内最後の MBC スポーツ、このねコーナーの放送にふさわしく、うん、横顔ユナイテッドの総集編お送りします。今シーズンインタビューさせていただいた選手全16人の横顔をダイジェストでまとめてみました。では早速どうぞ。こう自分がイメージしてるプレーだったり、イメージしてる崩しだったり、パスが通せた時は、まあ表情には出さないですけど、内心めちゃくちゃ喜んでます。背番号38番、鹿児島ユナイテッド FC、キャプテン、中原修斗です。田上豊選手、その理由は子供5人いるんで、どんな生活を送ってるのか気になるし、子供は好きなんで、まあ、それが理由です。めっちゃ悔しくて、これは寝ても治んねえだろうなと思ったんで、車に乗り込んだ瞬間にくさーって思いっきり吐き出したんですよ。そしたら窓がちょっと開いてて、谷口勲がそれを聞いてバッてこうびっくりしてて、そこからなんかこう負けたりしてちょっと落ち込んでる自分を見た時、今日も吐き出すのとか言われたりして、いやあの1回限りやつって背番号11番、五稜純喜です。選手じゃなくてもいいですよね、誰でもいいですよ、ね、クラブの誰でも。監督っす絶対監督っす。理由が、面白そうじゃないですか。自分の采配一つでゲームも変わるだろうし、選手一人一人とのコミュニケーションみたいなのもすごくこう大事じゃないですか。やっぱりそういうの経験してみたいなって思いますけどね。でも自然と8になりましたね。8とか、まあいろんな、ちょっとなんか犬っぽく言いましたね最初。いや違う、ちょっと最初犬を呼ぶかのごとく今言いました、ね、結構呼び方にもそれぞれあるなと思って、まあまあまあ、そうですね、特徴がね。そうそう、一番好きな8ってどれでしょう。一番好きな8、今はもう犬かのごとく呼ばれるやつがもう8、まあ、それですね。それですよ。まあサッカーの面で言えば例になって、うん、めちゃめちゃ足速いじゃないですか、はいはい、だからめちゃめちゃもう試合中なんかもうドリブルしまくって走り続けてみたいなで、私生活ではやっぱちょっとあいつめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、うん、ちょっとあの顔でこういろんなとこに出歩きたいっすね。かっこいいじゃないですか、名前も米沢レイっすよ。時代にも当てはまり、レイですね。トイレ掃除をするようにしてて、トイレきれいにしてから試合に向かうようにはしてます。なんか誰かがトイレきれいしたらなんか運気上がるって聞いたんで、もう本当にすがってます、トイレの神様に。背番号32番、牛生拓です。古川トレーナーになりたいですね。古川トレーナー、はい、炭酸飲料飲みながらお菓子いっぱい食べたいです。できることなら。そういうの多分古川トレーナーは気にしてないと思うんで、節制とかしてないと思うんで、1日ちょっと体借りて不節制したいですね。僕はいつも気にしてるんで、普段できないことって考えたらいいっすか、逆に体借りて不節制がしたいって大丈夫ですか。パンケーキは結構好きです。なんていうんですか、バター、はいはい、とシロップ、うん、じゃなくてやっぱ生クリームは絶対必要かなと思います。もうなんか女子ですねそうですね。せーの、横顔ユナイテッド、田野さん、田上裕太子選手。髪の毛洗うの楽そうだなとかそこ頭のっていうか髪の手入れがすごい楽そうだなっていう今パッて思いつくのが、じゃあ田上裕太子選手になっちゃいますね。なっちゃいます、はい、なっちゃいますね。気持ちが乗らない試合とかもあるんですけど、そういう時こそその自分に対して追い込みをかけるっていうか、 このままじゃダメだぞとか、こう乗ってる時は絶対点取るぞとか、こう自分の心の中で会話って言ったらおかしいですけど、はい、のはしてます、はい、なるほど。あのハン選手の中のリトルハン選手と会話をするわけですねそういうことです。横顔ユナイテッド背番号28番、ハン・ヨンテです。別に誰かになりたいとは思わないからね。本当ですか。はい、なんかもっとすごいクリスティアーノ・ロナウドとかメッシとかになれるんだったらまた話は別ですけど、レイになりたいです。米沢レイ選手、街歩き回ります俺苦手なことは勉強、はい、勉強サッカーを一生懸命やってきたんで勉強はおろそかにしてました、はい、じゃあ今振り返ってもっと勉強しておいたらよかったなって思う時があるってことですか。まあそうですね勉強してたらよかったかなとは思います。横顔ユナイテッド背番号10番、米沢レイ。誰にしよう。よく考えてください。よく考えます、はい、誰でもいいんですよね。
ニュードにしましょう。ニュード選手？ポルトガル語喋りたいです。ポルトガル語。ポルトガル語でちょっと喋ってみたい。じゃあぜひとも、はい、このラジオの前でポルトガル語でのご挨拶を私も勉強しますので、はい、よろしくお願いします。はい、ピッチに入るときは絶対両足で入るとか、両足、両足でジャンプして入るんです。それはどういうこと、分かんないです。片足じゃダメなんですよ。多分両足で同時に入らないと、右足から入ったら多分左足も怒られますね。多分だから両足でせーので、せーのでちょんエスコートキッズなんか、はい、えみたいな顔してもらったの。あ、ですよね。手繋いでてもキャンプ、なんでこの人ジャンプしてんだみたいな。え、ちょっと次から注目してみてますね。横川ユナイテッド背番号24番砂森和也。勝つ勝つ勝つ、水本勝成選手、うん、俺の足と交換してほしい。足、俺のこの短い足と勝つの足、長い足を交換してヒロの前で歩きたいですね。あと西岡健太の前でも歩きたいです、はいはい、自分たちも短いくせに俺を短いリーダーに仕立て上げてるんで、そういう人たちの前で歩きたいです。めっちゃ息って歩きたいです。俺の足を見てくれと、細くて長いだろっていうの、お前ら悔しいかって。1時間だけでいいです。高校水泳大会がありまして、全員リレーの種目で、はい、まあ、僕アンカーから数えて2番目、大事なところ、はい、大事なところだったんですけど、はい、1位で回ってきまして、僕に渡ってビリでバトンを渡すというすごい苦い経験があります。水泳が苦手っていうのは多分みんな知ってたと思うんですけど、まあ、要はそこでアンカーが2番目に順位を回したみんなが悪いんですよね。だから海とか嫌いっすね。入りたくはないですね。横川ユナイテッド背番号26番田中総一、あ、田上さんです。田上さん、その理由は？やっぱり人望の厚さというか、あれはやっぱり話すだけで元気もらう、あの感覚を与えられるっていうのは、まあ、僕にはないものなので、田上さんちょっとなってみたいかもしれないですね。ミスター鹿児島、ミスター鹿児島。まず前半ということでお聞きいただきましたけども、はい、うんうん、どうですか皆さん。私はすごく聞いてて面白かったです。あの、うん、選手それぞれの個性が並べることによってすごく際立つ、そうちょっと凝縮してね、はい、たくさんいつも話してもらってたんですけれども、うんうん、凝縮して今回あのダイジェストでこうやってお届けしているんですけれども、はいはいはい、まあ皆さん面白いですよね。そうですね。それぞれに、そしてやっぱり寂しいのもありますけど、うん、そのチームを離れることが決まっている選手も中にはいて、うんうんうん、まあ、ただそんな中でもこの選手こうやって頑張ってくれたなとか、うん、あ、こういう選手だったなって思いながら聞けたので面白いです、まだまだですよ、はい、さあここから後半です。一気に8人いきますよ。水本選手なんかゲームが好きっていうの。あ、好きっすね。それ言っちゃうか。めちゃめちゃ好きっす。めちゃめちゃ好きっす。本当はじゃクーラーのガンガン効いた部屋でアイス食いながらゲームして、うん、甘いもの食いながら、うん、ゲームしたいっす。うわー、今心の声が漏れました。確かに。横川ユナイテッド背番号23番水本勝成。選手は嫌だな。だって立場的に一緒だからさ、変わんないじゃないですか。あ、でも俺あれかも、徳重さん。お、代表。はい、徳重さんになりたいです。社長になってみたいから。あ、でも監督にもなってみたいかも。いや、でも監督って本当大変だからな。俺やっぱ、でもやっぱ社長っすね。徳重社長ね、やっぱあの人すげえか。すごいなっていう風に。いやけどね、はい、方言とかっていうよりやっぱイントネーションですね、うん、やっぱ一番感じたのは可愛いですよね。可愛いですか。まあ、もう可愛いなって思いました。チームの中でも、うん、田上さんとか赤尾選手とか、うんうんうん、結構イントネーションも強いのかなっていう風に。確かに長畑優希とか、もうゴリゴリのゴリゴリっていうかね、もうすごいですよね。横顔ユナイテッド背番号20番酒本範之。ここありふれてるかな。監督とかになりたいですけどね。金城さん監督、うん、はい、どういうことをしたいというか、要はどういうことなんやろ、こう頭の中でね、どういうことを考えてどういうプレーをしてどういうっていう、ちょっとこう感じてみたいなっていう、うん、まあけど俺ってバレてなくてキム・ジョンソンやったらこれ結構一日だけやったらやりたい方でやりたいですけどね。あーしれーみたいな。生意気なやつおったら、おー走ってこい、酒本はもう 2,3 日休んどいていいよ。スタバに行くことですかね。好きなんですね。何飲むんですか。抹茶のあのティーラテとか。お、僕抹茶好きなんで。あ、そうなんですね。で、あのカード欲しいからメーカーにはスタバに行くことって書いてるんですけど。あ、なるほど。ちなみにもう一つ、お休みの日って枝本選手何してますか。だからスタバっすよ。
してくるな、やっぱりカード欲しいから押してくるな。だからもう待ってますカード。横顔ユナイテッド背番号16番枝本雄一郎監督ですかね。一回ちょっとやってみたいですけどね。ジョンソンさんというより自分で監督の立場としてなんか見てみたいですけど、チーム違う立場で見てみたいなっていうのはありますけど、いつも選手目線なんで僕ら。でもあんな器でかく無理だからな、多分無理っすね。猫がお好きですよね。だいぶ猫も好きですけど、犬の方がもっと好きです。え、そう。え、犬派猫派だったら犬っす。横川ユナイテッド背番号13番ゴールキーパーアンジュンス。俺はジュンキ君っす。ゴーリョージュンキ君。ジュンキ君の試合の時ちゃんとあるじゃないですか、あれが結構面白いっす、はい、それ起きたいっす。はい、はい、起きたいっす。応援カットですね。そうそうそうゴーリョージュンキってやつですね。はい、あれ面白くてちょっと俺起きたいっす。俺があ好き。試合前は決まったストレッチをしながらレッドブルーと鉄分入りのゼリーは飲みます絶対。横顔ユナイテッド背番号15番藤沢のりたか。え、それって僕がフラってなるわけじゃないですか。その人に入って、そうです、そうです。その人がいつもしている習慣をこのまま入るってことですよね。うん、でもですよね。あ、じゃあ、別にそんな気にならないですね。じゃあ社長に、徳重社長。社長さんは一日どういう、何してんのかなっていうのはすごい気になります。僕がなりたいってわけじゃなしに。徳重社長ということでよろしいですか。社長で。誇りは持ってないっす。これが鹿児島弁だって僕思ってないから、ありのままなんで、はい、変ですか。いやいや、じゃないじゃない。え？縦顔ユナイテッドでもいいっすか。横がいいな。いや、いいですよ、縦でもバッチリ使いますけどね。わかりました。横顔ユナイテッド背番号7番赤尾明。僕はね、監督になりたいな。ジョンソンさんってよりかは監督になってみたい。で、一試合ちょっと指揮取ってみたいなっていう。ちなみにですよ、今のユナイテッドのメンバーでキャプテンにするとしたらどなたにしましょうか。俺は野田家広にするかな。おー、チーム最年少。うん、あえて。まあ、もちろん他のクラブに可能性も若いんであるとは思いますけど、はいはい。まあ、今後こう鹿児島を背負って立つべき人間だと思うんで、ひょうひょうと、ね、してますけど、そういうのを与えてあえてこう刺激する、はい、気持ちの部分ですかね。鹿児島をこう愛する気持ちもそうですけど、目の前の相手に負けたくないとか、最後まで諦めないっていう気持ちっていうのは誰にも負けないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。横顔ユナイテッド背番号33番田上豊です。僕は酒本選手。同じくベテランの選手ですね。そうですね、まあ、サッカーも上手ですし、サッカー終わった後とかのみんなでこう冗談言い合うじゃないですか。この時のこう話すタイミングとか、はい、ツッコミのタイミングとか、はい、面白いこと言うタイミングとか、こう僕気持ちで先走っちゃうからこうよく事故が起こるんですけど、全部こう計算し尽くされたかのような、はい、まあ、羨ましいなって久々に思う人に会ったなと、でまた怒ったの見たことないんですよ。すごい穏やかだし、わあすごいなって、こうああいうおおらかな大きな器の人間になりたいなってシンプルに思うのが酒本選手ですね、はい。横顔ユナイテッド鹿児島ユナイテッド FC 監督金ジョンソンです。声をかけられる機会が多かったですね。特に年配の方、お風呂ね。あ、お風呂、温泉によく行かれますか。はい、ですからこう負けてる時は声のかけ方がちょっと優しかったり、あでこう、まあ、勝ってる時はその試合の結果を持って話をしてくださったりとか、そこはもう多かったですね。ということで後半金ジョンソン監督の横顔は今回初めて皆さんにもお聞きいただいたんですけれども、はい、最後はやっぱり金監督かなと。急に来ましたね、はい、来シーズンの、ね、契約更新ということも発表されましたし、はい、あとこの1年間やってきましたけど、うん、誰になりたいかっていうのはやっぱり面白かったんですけど、はいはい、これ誰が多かったんですか。これですね、私も数えてみたんです、はい、そしたらね、序盤田上豊選手になりたいっていう意見すごい多かったじゃないですか。ああそうでしたね。そこからねちょっと後半いろいろ巻き返して野望を持った方たちが多かったようで、はい、監督になりたいっていうのが一番多くて4票ありました。おお、そうですか。その次が田上豊選手で3票おーおー3票、はいはい、その次徳重社長、社長になりたいからっていうので徳重社長が2票で、はい、同じく2票が米澤礼選手、
という感じ。そうそうそう、あとは新渡選手、水本選手、五稜選手、酒本選手、古川トレーナーがそれぞれ1票ずつという感じでしたね。なるほど。これを聞いたことでその選手がこうちに秘めてるものっていうのもちょっと出てきたのかなと思ってあの監督になりたいっていう理由が選手によって結構違いがありましたよね。それも面白かったですよ ね。自分が監督になって指揮を取ってみたいっていうのもあれば、金監督に入ってやれるならこういうこともやってみたいなっていうものもあったりね、はいはい、それぞれキャラがあの個性が出たなと思いました。はい、はい、まあ、今シーズンね16人の選手たちしかちょっとインタビューはできなかったんですけれども、いろんなコーナーありましたからね、うん、はい、また来年もまだ紹介できてない選手もたくさんいらっしゃいますので、そういった皆さんの横顔も探って、そしてまた横顔ユナイテッド以外にもですね、うん、いろんなコーナーで皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思います。はい、来週はね、年明けて来週はまたオフ企画やりますから皆さん聞いてくださいね。お願いします。ここまではオーレユナイテッドでした。